様でございます。さて今日の晩ご飯こちら、何でもない日に手巻き寿司ね。おい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 、危ない、カメラ乗ってたらどうなる。おいおいおい、頼むよ。ね、何でもない日に手巻き寿司、本当は昨日やるつもりだったけど、ちょっといっぱい買いすぎちゃったんで今日に間延びしましたね。マグロ、これはね、中道ちゃんから教えてもらった、お湯で洗って解凍するというやり方でやったやつ、美味しいと思う。全然違うよね。ねえ、ヨミちゃんね。お湯で洗うと全然違うね、マグロの柵ってね。びっくりした。そして、アジ、半額。サーモン、これは、普通の値段だったね。サーモンはなかなか値崩れしないね。もうサーモン食べたいときは原価で買うしかない。原価っていうか、売り値で買うしかないね。で、ホタテ、これ半額。ね、メネギに、シソに、かいわれ大根、そして、長ネギ。で、昨日半額だったサラダ。これもね、サラダ巻きにしても美味しいね。海苔はいいやつ。海苔いいやつだよ。ね。酢飯作った。手巻き寿司だ。巻いて巻いて手巻き寿司だーなん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 、今日嫁ちゃん生理生理ダンスねえ、ちんぱい出ちゃったからね。さあそしてですね、お味噌汁はこれね、エビの頭、あそう、わやばい、エビの頭忘れとこだった。危ない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 、そうそう、エビもあったんだ、忘れ、危な、危ねえ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 、エビの頭で、なんでエビの頭があるんだと思ったら、そうだそうだそうだ、今日豪華だよ、今日豪華ねえ。エビ、エビだよ、ええー、ねえ、どうやって置こうか、どこか、エビ、これね、1500円ぐらいでね、やりました、買いましたね。かき鯛ですね、え今日結構金かかってる、
今日だけでちょっと3000円ぐらいかかってるね。でも朝卵かけご飯だったんでちょうどいいんじゃないかな。朝昼節約して夜いっぱい食べるっていうね。ね、こんな感じ。そしてそのエビの頭を、ね、ふんだんに使ったエビ汁でございます。エビの頭絶対捨てるな。ね、だし用とね、見た目用にねやってますよ。油揚げと豆腐とネギで美味しい。これで2日持つ。お汁はね2日持つ。さあ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 、来た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 ね。さあさあさあ、今味見してた、味見で食ったの米が、酢飯が喉につかかってたね。さあ来た。これ今日は何でもない日に豪華なもの食べるよ。ねえ、半額でいいの。お前いい男になったな。お風呂入れなんかピカピカなってる。ピカピカなってる。ちょっといいかな。ねえ、早速いただいてまいりましょう。せーの、今日は手巻き寿司、イエーイ。からのすっと戻られて。マグロサーモン、はい、ありがとう。見てよ、ちっちゃいのって。エビかな。そうですね。頑張れ。お、素晴らしいね。持て、大丈夫？持てた。持てた。お兄ちゃんにぶち込んでないよ。ご飯持てた。マグロだけは持てないの。ご飯だけ持てちゃう。楽しみだぜー、腹減ったぜー、自粛だから家で贅沢するぜー。ちゃん、え、何が、大人、いいよ、まあ、俺が眠たくなかった。もうさ、
の。おお、すごい出たね。いいよ。みーちゃん。みーをやるの？あー。いいよ。ねえ、お母さん、なんで僕とのところにこれが置いてあるの？オッケーオッケーオッケー。Thank you。いただこうか。醤油ないの？醤油あれ持ってなかったの。醤油？うちさい。早速いただいてもらおうか。何がいいの？昔大泉さんにお世話になったことがあるものです。俺サーモンから行ったな。じゃない、少しだけ。サーモン、このくらい。ネギ、今日バッテリー大丈夫かな。今日お母さん、バチバチと鳴っていたよ。あ、これはね、大丈夫よ。お母さん大丈夫だ、今日バッテリー大丈夫。お母さん、何がいいの？ネギにシソだな。マグロ、マグロとサーモン。サーモンと、あ、それ舐めた今。それからもういい。あ、醤油だけ。エビはいいの？エビのパン、エビじゃない。海苔わかんの？もうみーちゃん、もういいね。わさびあるよ。テレビしてたら、エビ汁どうかな。あー、うまい。ミミちゃんとちょっと、もうミーちゃん臭い。どれミーちゃん入ってない。入ってない。お母さんにやってもらう。わ、すごいよミーちゃん。うん、おいしい。うまいな。塩つけた？うん、塩つけてないの？取れたよ。これ醤油にわさび溶かした方がいいな。これね、そうです。ニャーは？宗教だな。周りに流されやすくて、よくよくご飯行くときもラーメン行きたいって言われたら、いくらイタリアンが食べたくてもラーメン行こうって言っちゃうんですけど、最近かっこいい俳優さんの話になったら、吉田亮さんとか、あなたの好きな俳優さんの前に好きなんだって。
恥ずかしくて友達には言えないんだけど。ごめんね。グッときました。今の方可愛らしいなと思って。いや、これね、昔から多いんですよ。あの多いのよのファンなんだけど、ね、人前に恥ずかしくて言えないって結構いて、やっぱり彼女たちがね、もっと自信を持って、あんたって言える男にならなきゃいけないなっていうね。なんか仕込み、なんか仕込み臭いね、でもね。なんか仕込み臭くない、なんか。この絶妙なコメント付きから。あ、美しいね。子供がつけるところベストポジションだね。ショートで言ったらいい位置だね。ショートセカンドのいいところ。いや、決めていったらでしょ。そうそうそう。プリンセス天候イリュージョンが失敗に続きだったというモニタリングで見せたチョコブラマスの別に見せたいと重ねランクイン。マツオさんに挑戦していただくのは尻尾ついてなきゃダメなんだ。ケンサシイリュージョンです。ケンサシチョコプランでいくとで拘束されボックスの中に固定されたところで検査シリュージョンがスタート。巨大なキューブをどんどん箱に突き刺していく天候。するとここで天候がマジック界の禁じ手を。オッケー。ではここで目隠しを外します。糸を。え？外しました。すげえ。え、何？どうなってんの今？丸見え。そうなの。まず目隠しなしで検査しイリュージョンを行うという天候。もはや意味不明だが、ここから松尾に超進化が響き渡っている。ここに置いてるよ、お母さん。そこに置いて。自分で向きたいのかい？もうもしもし。自分で向きたいのかい？え、なんですか？あの、そっち持っててやってくれる？したら、あの、落ちてくるから。剣は進化に押し刺さる。向こうから耳を疑うような言葉が。我慢して、我慢して。必死に耐える松尾。しかし。大丈夫、いっぺんに食べたらおえんするよ、オーミー。ちゃん、ティッシュ、ティッシュ待機、ティッシュ待機します。はい。おえする？はい。ああ、危ない。一個ずつ食べようか。あ、でもだいぶ食べたね、ちゃんとね。一個ずつ。鉄砲が手錠の鍵を持っていってしまったのでボックスから出られなくなった松尾。ここでロケは一旦中断。みーちゃん、お母さん来てからにして。やりたい。いいんだよ、やっていいんだよ。お母さん来てからやるな。高いノリ。あ、ミミそれね、挟まってるわ。エビの唐揚げ、もう何枚か欲しいな。あ、しゃ、あ、ここにある。これで置いといてもらえれば。はい、水を飲もうとすると、クロス、よし、だエビ入れる。やだ、何がいい？あっち、あっち、マーカーシステムですね。ここまでかなり不安が困っていたのか、相手の2人気になる。
で、くるくる、はい、いいよ、どうぞ、どクソだよ。口悪いな。収録前のスチーム撮影で上白石の目線の先に不気味な女の子が。これを見た上白石の反応は、うん、なると思う。私もなると思う。エビだから。あと甲殻類の酵素ないんだと思う。汚れをきれいに、さらに衣類のデトックス。
エビもいいの食べる、うん、肉ポコ。新しい日常の中で新しい暮らし方が求められています。例えば汚れた手で触らず水が出せる、ちゃんと先にどっちができるか競争したいんだ。掃除が簡単と言っていいよ。ミニガンもありだし、うん、チャンスはこのプロなんでしょう。プロだね。俺もプロだよ。うん、勝負だな。スナイパー勝負する？それとも普通の勝負？スナイパー勝負。え？スナイパー勝負。スナイパー勝負。10個も10枚。いや、宝くじかよ。僕は30枚もらった。あ、明日最後だよね。バレンタインジャンボ。兄ちゃん、100枚だ。あれ？もちろん、いつものあの人さ。当たりますように。いや、買ってるのかよ。あれだな。トマブズ、あったくん。あ、そうなの。はい。じゃあ、2回見せて。パン！みーちゃん、一本ずつ食べてますか、ちゃんと。はい。公式ツイッターを今すぐチェック。さあ、今年もこの新年がやってまいりました。年に一度のお祭り、モニタリング大賞。あー、服ね、服一人。おいしい。あったね。お母さん食べれる？食べれるよ。ちょっと落ち着いたら食べるね。ありがとう。いつもなんかこう変わりないじゃないですか。お礼せーと思っていて、うん、ちょっとよく食いて、ちょっとボッコボコとかにしてみたいですね。ずっと思っていてもちょっといじってるちょっと整えるみたいな言うてましたよ。そんな、うん、ちょっと いないふりしてんの？うん。女の子はザキヤマの目の前。そして。あ、そう。なんとザキヤマの目の前。これに関した石は？ザキヤマさん、ザキヤマさん。まだ12人やの。ごちそうさま。
わあ、怖っ。戦車が体調を崩すトラブルが発生。たまたま見学に来ていた方に代役として出演してほしいと頼んだら出演するのかというモニタリング。あ、ホラー映画なんだこれ。するとこの親子はある意味衝撃の神対応を見せる。と代役に意欲を見せるお母さんだが、注目すべきは15歳の息子さん。自分の演じる台本を見ると、もういい、食べていいよ。おつゆは？もういいよ。もういいの？食べていいよ。ビッグマウスウケる。アジは足が早いから食べちゃうか。何？アジ食べる？いや食べた。おいしい。で、ねえな、このこのって。兄ちゃんもこのこの。この兄ちゃんの真似だもんね、だって全部。まあ正直もある。突然の女の子っぽい演技に笑ってしまいます。続いては、空き角の音の後にお母さん幽霊が登場。さすがは演劇部、本物の役者さんのようなクオリティ。息子はお母さんの幽霊を見てちゃんと怖がることができるのか。またしても女性的な不安の悲鳴が炸裂。クライマックス、最新の演技をまばたき次第でご覧ください。どっちが演じてるの？どっちも。抑揚が違うんだよ。素人は素人なんだな。まないよ。あら、どうしよう。
ちゃんめっちゃお酒飲んでるからね、寝ちゃうと思うよ。今日は早く寝たら、昨日12時まで起きてたんでしょ。え、12時じゃなかったの？1時だよ。1時？1時？クイちゃんばあちゃんに嘘ついてる。ばあちゃん、ゆっくりだ。怒られるからさ。怒られても正直なこと言うのがジャスケだから。怒られるような時間まで起きてるからでしょ。いいんだよ、いつまででも起きてればいいんだよ。明日死ぬかもしれないんだから。いや死なないわ。分かんないよ、そうやって死んでくる。あんまり、はい、遅くまで起きてたらそうかもよ。早く寝ない人。クイちゃんダメよ。そういうのない。あのだから。ハンズ。イエイ。ハンズじゃなかった。られるかの持久戦をすることに。スーツの強さを証明するため。涼しい。ちなみに医師は辛そうにしていますが、ごめんは一分が減る。なんだそれ、ブーブー白目向いたでしょ。くた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 。くたな今日も。